はい、ありがとうございます。どうぞ持ってってください。で、皆さん高いとこに行きますと、もうここにも2頭いますね。小さい鹿の赤ちゃんですね。で、鹿は1年目のオスは角が1本です。2年で2本、3年で3本って枝分かれするわけでございますから、この枝分かれで大体何歳っていうのが分かるんですね。どうぞ皆さんね、少しで皮むけますので、皮むけたらぜひね、繁殖してみてください、ね、大体これで何歳っていうのは当たりますね。さあ、この高いとこに行きます。ここに赤ちゃんがいますから見てください。赤ちゃん起きておりますね、これが白い鹿の赤ちゃんですね。で、皆さんぜひね、この白い鹿さん餌あげてみてください。はい、どうぞ持っててくださいね。大きなゾウさん出てくるからね。ゾウさんに負けられるんで、ね、ジャンプしてきますんでね、よく見ててよ、ね、鹿さん、ジャンプする鹿さんは何回もやりますね。すごい。他の中ぶつかってか、顔に。目にぶつかったら言ってみる。はい、また皆さんちょうどここで半分です。あと半分これから全部手で下げられます、これから動物は全部でかくなりまして、今度はアメリカバイソン、アジア水牛、ヤクというところへ入ります、ここは全部手で下げても大丈夫です。そして A ラウンド、ブラックバックというところへ入ります。ここも全部手で下げられます。そして最後にアフリカゾウ、ものすごいでかいですね。体重が約4トンあります、このゾウさんには鼻に下げてください。鼻から自分の口へ持っていきますけど、このゾウさんは鼻に2、3個ずつ入れてあげてください。ものすごいでかいゾウです。さあ、ではアメリカバイソンやってきましたら手で下げてみてください。このアメリカバイソン、キリンさんに餌あげられた方は全部餌あげられると思います。絶対噛みません。ただし自分の車ではやめたのがいいですね、さあ、いいですか、入りますね。ものすごくでかくなります。はい、皆さんこれ気をつけてね、このエランドね。いいものはいいんだよね。失敗したね。失敗したね。もう人間としてはちょっとやったね。あ、開いた。